これは誰の尻かクイズをするよ。みんなわかるかな。力持ちのハルクがやってきたぞ。まずは赤と黄色と緑のペンキのついた機関車だ。ペンキのかかったトーマスだったよ。このお尻は誰だろう。持ち上げて、あ、これはトミカマルのお魚屋さんだ。今度はこの赤い車、誰かな。あ、これはメーターだ。今度は誰にしようかな。この赤いお尻はチャギントンのウィルソンだったよ。この車はちょっと変わってるな。なんだろう。これはコンクリートミキサー車だ。みんなわかったかな。どんどん行くぞ。この赤い車は消防車だ。かっこいいぞ。この黄緑色の車は何だろう。ちびっこバスのロギだったよ。よし、今度はこの黄色いのにしよう。よいしょよいしょ。あ、これはブルドーザーだ。かっこいいぞ。今度はこの白い車だ。重たいけど頑張って持ち上げて。これは白いダンプカーだね。次はこの4って書いている機関車にしよう。おーわ、これはゴードンだ。この黒い車は、これはトミカ交通のタクシーだね。ん？この青い車はどこかで見たことあるぞ。これはゴミ収集車だね。この赤い車もどっかで見たことあるぞ。出してみるぞ。よいしょよいしょ。わかったぞ。これは郵便車だ。この白い車は、あ、やっぱりパトカーだった。かっこいい。最後はこの赤い車だよ。みんなわかるかな。あ、これはわかったぞ。カーズのマックイーンだね。みんなわかったかな。
わあ、どこでもいいからとにかく遠くに逃げるんだ。いや、一体この町はどうなってるんだ。かぼちゃのお化けがたくさんいるぞ。へえ、なんなんだ一体。あ、トーマスが来た。わあ、よくわからないけど逃げるぞ。今度はパーシーまで来たぞ。わあ、なんなんだ一体。パーシー、とにかく逃げるんだ。へえ、パーシーもトーマスも全速力で逃げるぞ。待て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 。へえ、あ、トーマス、あそこに隠れるところがあるぞ。よし、パーシー、急いでトンネルに隠れよう。トーマス、パーシー、どこだどこだ。ふう、とりあえず向こうに行ったみたいだ。一体何なんだあいつらは。パーシー、これからどうする。トーマス、とりあえずトップハム発表のところに戻ろう。そうだね。わあ、もうダメだ。ん、なんだ、寝てたのか。なんだ、悪い夢でも見てたのか。やっふー、わあ、やっぱり夢じゃない。トーマスの前にまたまたたくさんのカボチャのお化けが現れたぞ。トーマス、一緒に遊ぼうよ。ひー、逃げろー。わあ、どこでもいいからとにかく遠くに逃げるんだ。よし、出発だ。ヒッヒッヒー、トーマス、逃がさないぞ。イヤホー、イエー、トーマスめ、すごいパワーだ。わー、どいてくれ。誰でもいいから助けて。あれ、前に機関車がいるぞ。あ、あの黒い機関車はやっぱりヒロだ。おーい、ヒロー、大変なんだヒロ。急にカボチャのお化けが現れて。トーマス、それは大変だね。わー、ヒロまでお化けになってる。一体この町はどうなってるんだ。ジェームスもゴードンもみんなお化けになっちゃったぞ。トーマス、あ、パーシー、トーマス、ここにいたのか。逃げるぞ。パーシー、一体どこに逃げるんだ。トーマス、待て。パーシー、一体どうするんだ。デコボコ峠の上にみんなが操ってるお化けがいるみたいなんだ。よし、それじゃあデコボコ峠に行ってみるぞ。わー、なんだこりゃ。デコボコ峠に着いたけどお化けはいないみたいだぞ。あれ、パーシー、お化けはどこだ。トーマス、見ておくれ。さっきぶつかった黄色のボールがブクブクいってるぞ。一体どうなってるんだ。なんだか怖いよ。ん、ブクブクした水の中に何かいるみたいだぞ。へえ、助けてくれ。あ、中から小さなお化けが出たぞ。へえ、もういたずらはしないから助けてくれ。君がいたずらしたのか。あ、そうさ、トーマスやパーシーの慌ててる顔が面白くてね。そうだったのか。でもトーマスたちも見つかったし、みんなの魔法も解いていくぞ。それじゃあね。ヒロ、ジェームス、ゴードンも元に戻ったぞ。カボチャのお化けも、カボチャのお化けも元通りだ。今日は本当にどうなることかと思ったよ。みんな、今日も見てくれてありがとう。楽しかったらまた見てね。それじゃあ、バイバイ。